飯能市にやってまいりました。飯能市ももう大変なクラシカル旋風でございまして、会場の入り口には3時間も4時間も前から長蛇の列ができておりました。さて、いつものように今日の解説を担当してくださいますのは、もうプロレスのお兄さんとして皆様よくご存知のような歩くプロレス辞典でもございます、宮本勲記者でございます。宮本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから今日はですね、特にもう一人ゲストをお迎えしております、新空手のですね、山崎輝友さんでございます。山崎さん、はい、山崎さんがですね、いろいろ教え込んでましたクラッシュギャーズも大変な人気になりましたですね。そうですね、教えたね、ある人は非常に嬉しいですよね。そうですね、はい、また今若い選手のね、はい、いろいろトレーニングをねやってくださってるそうで、長森君と斉藤君はですね、はい、まあ先月の20日頃ですかね、から約1ヶ月ちょっとなります。ああ、そうですか、はい、はい、今日はそういった新人選手もね、宮本さん登場してきますんで楽しみですね。本当ですよね、はい、素晴らしいファイトを見せてくれるように期待しておりますね。そうですね、はい、ということでございますね。それではまずリング上ご注目ください。まず今日は今年プロテストに合格いたしまして、今華やかなデビューを行っております長堀和恵選手、そして斉藤真知子選手、両選手の日本仕様をお伝えすることにいたします。今紹介されましたのが斉藤真知子選手であります。実はこの長堀和恵、斉藤真知子両選手は、実践空手、極真空手の山崎輝友さんのところで現在も特訓を受けているわけでございまして、放送席には特に山崎さんにおいでいただきましてね、ちょっと山崎さん、はい、今日は愛弟子とかは教え子のね、はい、事実上のデビュー戦みたいなもんですから、そうですね、解説の方もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい、ご覧のように山崎輝友さんに放送席に座っていただきました。まあ、それにしても宮本さんね、今本当に注目を集めている長堀斉藤ですね。そうですよね、はい、まあ今年のオーディション組の中では、まあ、この2人が一番最初にプロテストを合格したわけですからね。そうですね、まあ、エリートの一番星ですから、はい、まあ、どんな試合をするかね、非常に楽しみですよね。赤い水着の方が長堀和恵選手、一方今ちょっと攻めておりますのが斉藤真知子選手であります。長堀選手はですね、11月の12日になりましてやっと16歳ですからね、はい、本当に若い選手が出てきたもんであります。一方斉藤真知子選手は17歳になったばかりですかね、まあ、いずれにいたしましても来年そして再来年と大いに期待されております。まあ、しかし山崎さん、ほとんど泊まり込みでね、はい、今山崎さん教えてるんだそうですけども、節子夫人も大変ですね山崎さんは ねお好きなのがいいですけども、奥様が大変だと思いますよ。ついつい熱が入っちゃってね、時間が延びになっちゃうんですね。そうですよね、朝は早くから夜遅くまでですってね来た以上はね、やっぱり、はい、やらなきゃいけないです。まあ、しかしこういったね、本当に泊まり込みでマンツーマンの特訓を受けられる選手というのは幸せそのものであります。さあ斉藤がいった、あどうするか、今の山崎さん、はい、なんという技なんですか。まだね、ちょっとカウンター気味にキック入ってますけども、まあ、クイックですけどね、はい、フェイント使ってやってるんですけど、なるほど、ね、まあ、一番今覚えるところでね、はい、ああいう大きくスタイルを出してますけども、なるほど、ね、あれはもっと追っかけてですね、はい、ロープ張り替えた瞬間に使うとかね。あ、そうですか。それはやっぱりこれからのあれだと思うんです。まあ、何しろリングに上がるのは2人やのはね、これ初めてですから、そうですよね、ちょっとタイミングが難しいと思うんですけどね。
まあ、あの空手技って言いますとね、大体足を使う技、それからあの手を使う技ね、この2つがあると思うんですけども、どっちかというと斉藤が足ですね、はい、足ですか、長堀が手、はい、あ言ってますね、はい、世間に言ってこそ来たことがありますね。これなんかもあの空手技のね、一つなんでしょ、まあ、空手と違うところはね、はい、まあ、普通の左がありますけども、必ず首を殺すことですね、あの蹴りなんかも強烈ですよ、長堀の蹴りはね、強烈な蹴りが入ってますね、さあ長堀どうするか、今度はあっと今のちょっと後ろ蹴りみたいな形で、そばっとですけどね、それも長あの強者と上がってると思うんですけどね、なるほど、もっとだったら負担だったらもっと上がるバシッと決まりますか、はい、もっとね、いろんなの空手技を見せておりましてね、なるほど、バリエーションがあります。まあ、こういった空手技を宮本さん覚えていけばですね、この長堀から斉藤両選手とも非常に特徴のあるいいレスラーに成長しそうな気がしますですね、そうですよね、はい、まあ、あの山崎さんは極真空手だけじゃありませんで、かつてはですね、あの、まあ、これキックボクシングなんかもやりになってましたでしょ、ね、ちょっとあのこれがそうでしょ、そうですね、はい、もうね、やっぱ実戦運動こうこれね、普段、はい、あの道場でもってやってるんですからね、もうもっともうね、遠慮なくボン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 やって、はい、言ってるんですよね、なるほど、今はまだちょっと、ね、まあ、タイミング合わないですね、形っていう感じでね、なかなかあの実戦になっていないようですけどもね、しかし何とかやっていこうというところ、今のは綺麗に入りました斉藤真知子であります。さあまだ15歳という長堀和也選手、17歳になったばかり斉藤真知子、斉藤が抑え込むか、カウントはどうか、さあ2までいった、3つ入りました、斉藤真知子選手が結局ホールを取りました、ホール勝ちであります。なるほど、斉藤選手なかなか今最後のホールなんか見てますと粘っこいですね、そうですね、体が柔らかいからやっぱり抑えるときはね、あの、はいはい、そのままガッチリいっちゃうんですよね、そうですね、まあ、あの私も新人号がね、戦われていくわけなんですけども、この長堀斉藤いずれも優勝候補最有力でございました。山崎さんありがとうございました。どうもありがとうございました。埼玉県飯能市の特設リング、今ゴングが鳴ってこれから選手が入場をしてまいります。枠に湧いております。おっと安倍志郎レフリーの姿が見えました。なんと手に鎖を持っております。これはどうしたんでしょうか。おおおお、なんとカメラマンに対してやってますよ。そうですよね、レフリー自ら何かあの挑発の行動できますよ、ね、綺麗な態度ですね。カメラマンに対してレフリー自らね、なんという態度でしょうか。そしてその後ろから今日はおとなしくダンプ松本、そして中野圭吾が登場いたしました。完全にもう極悪同盟のですね、何かあのリーダーという感じですね。本当ですよ ね、リーダー一人。さあ中野圭吾選手がこうしてみますとどうでしょう、極悪同盟にどうやら参加したんでしょうね。そうでしょうね、はい、あのダンプ松本と、まあ、一緒にやろうということなんでしょうね。そうですね。さあ今日は大変な相手を迎えました、ライオネスアスカ、そしてデビル・マサル両選手であります。一旦極悪同盟の入場で会場やら静かになったのでありますが、また花道からどーっと歓声が湧いております。今踊るような感じでデビル・マサル、続いてライオネスアスカリング上に登場であります。いやデビルが珍しく宮本さん木刀を持ってるじゃありませんか。そうですね、あの木刀手にエキサイトしてますね。はい、あっとこれをなんと安倍首相レフリーが取り上げようとしてますけども、これは理屈に合いません。先ほど鎖を持って入場してまいりました安倍首相レフリー、デビル・マサミの木刀を取り上げようとしております。この辺りがこの安倍首相レフリーのおかしなところなんですよ、そうですよね、あのダンプにはあの鎖を持たせたのでね、はい、さあファンがこの裁定納得するかどうかであります。藤井リングアナウンサーが選手の紹介であります。もう試合が始まる前からね、何か一波乱二波乱がありました。赤コーナー、オルタシン千平150パンドデビル・マサミ、オールパシフィックチャンピオンのデビル・マサミ選手。アスケ千平最低限千平145パンド、ライオネス・アスカ、そして CWA の世界タッグチャンピオンであります。いやこれはもうね、本当に豪華なコンビであります。
テープが打たれたようになります。さあこれから南部松本中野恵子両選手の紹介です。今日は果たしてどういった気持ちでこのリングに上がってまいりましたか。新人中野恵子ジパンド南部松本。まあしかしこうしてね、ダンプ松本中野恵子選手の紹介にもやはりわっという歓声が上がり、テープが待っております。さあ何かちょっとですね、ライオネス・アスカ、デビル・マサの両選手が安倍志郎を意識しすぎているようなね、そういったところもありますね、はい、そうですよね、おーっとカエルコールが飛んでおりまして、またカーッときました安倍志郎であります。本当にこの人はね、面白いキャラクターというんでしょうか、我をね忘れてしまいます。もう少し冷静でやってもらいたいと思います。さあ間もなく試合が始まるわけであります。今日は極悪同盟ダンプ松本が中野恵子選手を自分の陣営に引き入れております。さあ試合が始まった。まず中野恵子、そしてライオネス・アスカがあります。ライオネス・アスカがもうコーナーに連れてこられるかどうか、おっとずっと後ろに行って捕まった、あっと相打ちであります。この辺りライオネスなかなか冷静です。さあどうか、あっちゃいけない感じ攻撃か。いやー今日はしかしこれね、大変な試合になりそうな予感がいたします。まずライオネス・アスカ、新人の中野恵子を捕まえております。中野恵子選手は新人王でしたね。そうですね、はい、今現在のジュニアのチャンピオンですね。そしてジュニアチャンピオン、はい、この人もですね、やはりあの体を生かしてなかなか順調には来てるわけですね。はい、一時足の故障でね、ちょっとブレーキが変わりましたけども、はい、まあ、こうしてメインの高さに出てくるんですからね。そうですよね、今日体重をちょっと聞いてみたんですけどもね、80キロだということを言ってました。まあ一時相当ウエイトがあって、それから落ちてまたちょっと元に戻ったというか、体調はいいんじゃありませんか。そうですよね、はい、まあ、一応絞り込んでまた増えてきたんですから、ね、そうでしょうね、体が一応できてきたってことですからね。さあデビル・マサミ選手が貫禄十分にね、この中野恵子選手を捕まえております。さあデビルに一歩も引けを取っておりません。なるほどね、まあ、デビル・マサミ選手にもこの中野恵子選手はね、入団当時からずっとレスリングを教え出したわけですね。そうですよね、指定対決でしょうかね。まあ、中野選手にすればですね、はい、遠慮なくね、ぶつかっていってほしいですよね。そうですね、はい、さあヘッドパットが出ました。ライオネス・アスクであります。今日はダンプ松本とコンビを組んでおります。新鋭の中野恵子、おっとダンプ松本、後ろにあれ鉄パイプですか、何でしょう、なんか凶器を持ってますね。フォークのようなフォークですか。いや最近フォークが出るんで危ないんですよね。あっという間に頭あるいは額を切ってしまいます。さあ早くも凶器が出ました。凶器っていうのは大きいだけじゃなくて小さい方もかえってね、相手に与える破壊力がありますからね。そうですよね、いやかつてねこういった凶器でもう顔面ね真っ赤にしてしまいましたライオネス・アスカ、しばらくはそのショックから立ち直ることができませんでした。さあまた凶器が出ましたリング上であります。今度はデビル・マサミがやられております。デビルと松本というのも因縁の対決であります。デビル軍団解散がねやはりこの2人の確執といいますか対立になったわけですからね。そうですよね、まあ、松本にすれば今日はもうパートナーの魅力ですからね、はい、もう徹底的にもう追い込んでくるんですよね。そうでしょうね、手段を選ばずという感じであります。極悪同盟、そしてデビルの勝利、ライオネス・アスカ、会場はもう本当に大興奮であります。さあデビルコールが飛んでおります。デビル・マサミ選手、去年までというか今年の前半まではこういったデビルコールが会場からね飛ぼうとは私たちは予想だにいたしませんでした。デビルも内心嬉しいでしょうね。まあやっぱりね、はい、ヒール時代といいますかね、まあ、デビル軍団のどんな時代もまあ、この人なりの持ち味があったんですけどもね、まあ、今キャラクターがだいぶ広がりましてね、こういうデビルコールというのはやっぱりやってる選手にとっては一番嬉しいんじゃないですか。デビル軍団時代にもですね、数多くの若い選手がこのデビルの際に教えを、まあ、受けに、ね、来てたわけなんですが、今はもう完全にですね若い選手のもう面倒を見るというかコーチ役ですね。そうですよね、はい、人望があるんですよね、人望がありますよね、さあ今度はライオネス・アスカ登場でまたボルテージが上がってまいりました。埼玉県飯能市の特設リングであります。さあ中野恵子選手、しかし今日は堂々と立ち向かっております。やはりやる気ないと、こういった感じの中野恵子選手であります。アスカアスカ、しかし声援は一方的、ライオネス・アスカ、あった今ね、ネックリカーに行ってるんですか、
そうですよね。思い切ってね、さっきつけました。まあ、アスカデビルというね、本当 の実力光るアスですからね。はい。本当、どんどん行ってほしいです。そして、ついに草に慣れてまいりました。これを手に巻いてね。さあ、ライオネスアスカの動きが止まってしまいました。ダンプ松本。あっと、ここでデビルマサミ出てまいりました。まあ、タッグ戦に関してはデビルマサミとコンビを組んだライオネスアスカ。今日はね、大丈夫だと思います。おっと、アスカ飛んだ。足が飛びました。もう一つ行っております。エンディングになってますか？そうですね。はい、後頭部に当たりましたからね。そうですか。しかしね、なんといっても相手は100キロ。ダンプ松本。軽々と変え上げて。さあ、どちらに落としますか？前に落としました。そしてデビルマサミにタッチでやります。待っていたようにまたダンプが捕まえた。髪の毛を捕まえて今度は噛みつきに行ってるか。噛みつきですかね、今噛みつきましたよね。さあダンプから中野稽古に。中野もまた同じようにやってますが、なかなか肩にやりますね、まあ、一見してねおとなしそうな選手なんですけど、こうしてリングの上に上がりますとこの人性格が変わってくるよ、ね、そうですね、まあ、パートナーがダンプ松本ですから、ね、はいはい、やっぱり親分が行きますとね、もう私のことではないんですね。今日冗談で言ったんですけど、中野京子選手80キロ、クレインユーが90キロ、ダンプ松本100キロ、極悪同盟から極悪トリオになったわけですけども、これは重量だけだって大変ですね。そうですよね。今はボディのショートレンジのラリアート、はいはい、ラリアートがね、出ました。さあ、デビル、そしてライオネスアスカ、これまた速いタッチを心がけているようであります。聖剣でいった、これは効いてます。カウンターになっている。さあ足を取った。そしてどうするか、サソリに行ったか、がっちりと入りました。今のはスピードがありました。中野恵子選手ね、かわすことができませんでした。さあ本当にがっちりと決まりましたね。入ってますよ。ちょいアリバクスが出てまいりました。いやー、自分の方に分が悪いとなりますと水強攻撃。しかしもう一回行くか。あっと今ね、これクレンユーが出てきたんですか。そうですね、バケツをね、パンチで払ったんですけどね。そうでしたね。いやー、クレンユーが出てまいりました。この人はこの試合には直接関係がない。もうバケツがめちゃめちゃになりました。思わず頭を変えております。ライオネスアスカ、とうとう極悪同盟の登場であります。いやー、3対2になりました。しかもこの試合に直接参加していないクレインリーが一番思い切った攻撃を仕掛けております。3対2と言いましたが、本当は4対2が正しいんですよ、そうですよ ね、まあ、アベレフリーね、アベレフリーがいますもんね。さあ、そして今日来てあります。さあ、このまま1対2か。今度は村本であります。さあ、騒然としてまいりました。騒然としてまいりました。30分日本勝負の対戦であります。アスカアスカ、またゴールが巻き起こっております。反応し特設リングこの人が勝ちつけました。迫力十分だ。カウントが2つ入りました。アスカアスカのコールも一瞬でしてね、やはりね、盛んに目に指を、ね、やってましたね、ですからアスカアスカコールから一瞬シーンとまた静まり返りました。さあデビルマサミどうか、とバックを取るか。100キロのバックを取った。これは強烈でやります。自分の体重があるだけ効くでしょう。カウントは2でやります。さあライオネスアスカ反撃のチャンスを掴んでいる。どういった、とこれは空振りやられました。今のも強烈ですね。そうですよね、太い腕がね、はいはい、ラリアートですからね。さあ、そしてツープラトンで2人攻撃してあります。さあ、中野恵子、おっと、どうするか、エルボーに行ってる。そして、またツープラトンであります。2人でロープに行った。さあ、手になってました。さあ、どうか、反撃だ。いやー、強烈なラリアートを炸裂してあります。ライオネスアスカも出てまいりました。さあ、今度はツープラトンのお返しという感じ、どうか。大打ちを食いました。この辺りはこの2人ね、息もぴったりですね。ご視聴ありがとうございました。この鎖に関してはなんとか安倍首相レフリーやってもらいたいのであります。デビルマスミが木刀を持ち込みましたが、これはさっとね、安倍首相レフリーが注意してね、取り上げてしまったんですけども、鎖の方は放置したまんま。
あのセコンドの優がですね、これ堂々とリングに入ってきますからね。こういうのはね、阿部須郎がレフリーをやってるからなんですよね。あっと、ね、今度は長与中佐選手が出てまいりましたが、長与と阿部須郎、さらには山崎樹あたりがやり合っております。もう完全に困難状態。ここで今デビルマさん木刀であります。木刀と2人の対決であります。いやー、こういったシーンがかつて日本の口にあったんですけどもね。鎖がですよ、さあデビルマさん、これはしかしちょっと辛いですよ。まず第4セースが阿部須郎によってね、椅子を取り上げられました。さあがっちりとデビルの木刀に今鎖が巻きついております。どうなりますか。大変なことになりました。もうこうなりますとレスリングじゃありませんね、これね。そうですよね、はい、何かあの本当に狂気を超えたね、もう一騎打ちですからね、はい。あーっとうまかった。さあどうなるか。これはうまかった。木刀で行ったとは思い切っていきました。さすがのこれダンプ巻いている。いやあれだけ木刀を思い切って使ったデビルは初めて見ました。中野稽古にも一発。ここは容赦しませんね。ねえ、さあこういったデビルいった。今度は先端でついております。いやデビルは本気で凶器を使ったらね、これはちょっと中野稽古では太刀打ちができません。やはりデビルね、久しぶりの迫力であります。さあ中野ロープに振った。フィニッシュに持っていったこのチョッパー、パーテというデビルマサミ、そしてライオネスアスカ、今タッチ、トップロープから踊ったラリアートですか。そうですね、はい、途中からのラリアートですね。素晴らしいですね。さあそしてどうするか、ジャイアンツスイングが出ました。中野に対してジャイアンツスイングであります。いやこれは迫力十分だ。どうフィニッシュに持っていきますか。やはり中野稽古を抑えようという作戦なんでしょうね。もうこれで勝負かけてるんですよね、はい、長いですね。まだやってます、まだやってます。これもあのフラフラになっちゃうらしいですけどもね。本当ですよね。さあがっちり上から入った。これは完全な阿部須郎の3つ入れなくてはどうしようもありません。さすがの阿部須郎も3つ目やや弱めなつもりですけども完全を入れました。いや今のジャイアンツは素晴らしかった。納得した感じで今阿部須郎レフリーがデビルマサミ、そしてライオネスアスカの手を高々と上げております。やはり本気になってデビルマサミが強気攻撃をやり、ライオネスアスカが18番のジャイアンツスイングに行けばですね、中野恵子選手も止まりませんね。そうですよね、はい、あの鎖攻撃はね、まあ、デビルが持っていますか、デビル軍団時代の、はい、あの続投を持ち出したんですからね、ちょっとやっぱりあの本当苦しかったんですよね。そうですね。しかし今日は埼玉県の本能寺からお送りいたしましたが、本当会場最後の試合脇に沸いております。それではこの辺りでお別れいたします。宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。喜びの日を華やかに彩るお引き菓子、創業644年。